はーい。住友様、ありがとうございます。片付けの方ね、進めておりますけれども、これちょっとすぐにはね <laughs>、できないので、えっ、ー、と、今日グラブ紹介の方していきますね。えー、こちらのワールドペカサスさんの限定モデル、前回ね、お買い上げということでご紹介いたしました。ピッチャー用12インチでございました。まだね、えっ、ー、と、だいぶ売れたんだけど、残ってるのもあるんで、 その中からこのシリーズねこのブラックサックスの限定シリーズえー、内野手を紹介したいと思います。ちっちゃいでしょうん。これね10.8いくつだったっけ ?11 よりちっちゃいのよ。アレクサ2 7 5センチって何インチセンチメートルは 約インチですインチだってで縦型でほら全然シェイプが違うでしょ、うん、でポケットは広めで、えー、逆巻きちょっとこちらの方をね今日はねお話ししていきたいと思いますね。はい、えー、と西島印で前回紹介した限定のグランドペガサスのモデルの中で一番ちっちゃい最近はこのサイズはね ないと思うんですけど、wgkgp4 っていうサイズね。あの方ね。はいで同じように。えっと和牛レザー北海道和牛レザーだからこのツヤツヤのね。オイルレザー基本は同じです。この前ウィングチップだったけど、今度は普通のね。あのウェルティングになります。ガセットはありません。綺麗な。 ウェルティングが入ってますけどこちらの方はね H ウェブでございますオーソドックスな普通の H ウェブですねこの H ウェブにサックスのこのね縫い、えー、トカラーが非常に美しく生えておりますがこちら内野仕様についてはブラックのレザーにレースはガチガチのタンでございますねで、えー、とポケット見ていただいたら分かるように ワールドピカサスさんらしいこの張りのあるポケットこういうつかみえっとこれそうだな人差し指下ぐらいにあのポケットセンターがくる感じこういう感じになるんだけど親指もぐっと前に出た感じになってましてちょっとはめてみますねほらどうですか,うんだからギュッとこうこういう こういうこう,いう,うに使おうかなど,どっちでも使えるねこういったまてこれぐらいかうんまああのー、使いようにもよると思うんですけどね、うん、でヒールは間口がすごく広いこっちのね頭周と比べると分かります頭周をこんな感じねでほらで、えー、玉出ししやすいで逆巻きでございますだいぶねあの手口があの親指側に振ってありますね うん、でえっとさっきの特徴のあるこのね親指ぐっと前にね出ておりますけれどもサムループはロングサムループ3本掛けでございますねでこちらの方もあのピッチャー用と同じようにこのシリーズねワールドペガサスさんそうですけれどもこちらのサムアップ加工ワールドペガサスさんで言うとサムホールドラップっていうのかなうん。でえっとエクステンドパームでこの H ウェブですね。この黒に このしっかりしたタンが綺麗でございますね。はい、それからあ窓は小さめですね。フィット性重視。まあ、ですからあのちょっとね、鳴らすのに時間がかかるかな。うん、ね、比べると分かるでしょ、はい、で、えっと、小指側、まあ、西島印ががっつり入っておりますけれども、和牛のロゴですね。 でこちらは、そうだな。うん、やっぱりこう、ちっちゃいし、縦に使うんで、普通に指入れしか使えないですね、これはね。うん。キュッキュッキュッっていう感じね。はい。じゃあ、の、ライニングいきますかライニングは、はい、ピッチャー用と同じです。真っ赤っーの、はい、ライニング。えっ、ー、と、こちらが、 こちらがサムループ。こちらがほらモコモコでピンキループが見えないっていうね。うん。こちらね。はい。という感じ。しっかりした作りですね。どうなのかなうん。で、ピッチャー用はね、この前紹介したウィングチップでしたけれども。あ大事大事。はい、えー。こちらは普通のね、えっ、ー、と。 こういったウェルティングの形状になります、うん、指のシェイプはどうかなそんなに棒立ちでもないけどそんなに R が強いわけでもないですねはいあと特徴的なのどうかなうんやっぱりこの、えー、広い間口ですねちょっとこうヒンジ側へ張った形の形状 そういったところがあの見た目のシェイプの特徴かと思いますけどこれも同じでちょっとスピューが出てきてますから磨けば磨くほどチカチカになりますよということですね。はい、えっ、ー、とワールドペガサスのロゴはこちらねブランドロゴの WP ゴールドこれゴールドとシルバーじゃないなゴールドゴールドうん。 ちょっと見てみようか何色とは書いてないね、うん。ゴールドのブランドロゴでございますね。はい。その他どうですか見たいとこございますかうん。で、またですね、これよりもちょっと大きめのサイズも2タイプ。外、ま、野、あ、主要は売れちゃったんですけど、バスケットのタイプと、それから。 えっとモディファイド H ウェブのタイプがございますので、まあ、ちょっと様子見ながらねあのご要望があればまたこちらの方も紹介していきたいと思うんですけどちょっとバスケット見たいねえっ、ー、とこれ気に入ってるんだけどねじゃじゃーんこちらも逆巻きかうん 逆巻きだけどちょっと指の感じとかあうん若干ポケットセンターが上背寄りになってる感じかな、うん、ほらこれスピューちょっとこう白くなってるでしょねチカチカいいですよね個人的にはこれがいいかな 入れ、うん、<laughs> ないなうんはいえということであのー、このシリーズねすごいね素材がいいので和牛の皮がいいのでこのシリーズぜひねおすすめようと思うんですけどねうん常代税込み5万4000円に消費税だから 5万9400円でございます。よろしくお願いいたします。